のみさんこんにちは、シュータです。今回はタルコフシューターのパート1からパート8までそれぞれおすすめの武器とか場所、やり方、方法などなど話していこうと思うので一つよろしくお願いします。まずは全体に共通する武器の話からしていこうと思うんですけど、スナイパーライフルでおすすめの武器はこの辺です。で、まあ、スナイパー使う上で押さえておいた方がいいポイントっていうのを今から話していこうと思うんですけど、スナイパーライフルで見ておきたいポイントはこれですね。エルゴノミクス、精度、初速、この3つが重要になってくると思います。まずエルゴノミクスに関しては言わずもがなだと思うんですけど、構える速度が速くなったり、構えた状態で、まあ、覗き込んでいる時間が伸びるので、エルゴノミクスが高いほどよく狙って撃つことができるようになるので、まあ、ここは高い方がいいと。で、次、精度。この精度っていうのは MOA っていうなんか軍用の基準となってるんですけど、まあ、どのぐらい正確に弾が飛ぶかっていうのを認識してれば大丈夫です。この MOA っていうの値が低ければ低いほどばらつきが小さいっていうことになるので、まあ、より正確に弾が飛んできます。なので、この T5000 っていうスナイパーライフルと VPO だと MOA が 1.55 と 0.65 なので、こっちの方が精度がいいってことになります。まあ、どう見てもこっちの方が精度良さそうですよね。で、次、初速。初速は、撃ってからどのぐらい早く弾が着弾するかっていうことなんですけれど、実際に遠くを撃つときだと初速が速いと着弾が速いので、あまり偏差射撃、まあ、敵が横に移動してるからこのぐらい先を狙ってポンみたいのがいらなくなります。エルゴノミクスが高くて精度がいい、 MOA が低くて、で、初速が速いものが、まあ、スナイパーとして良いスナイパーということになってます。プラス、タルコフシューターっていうタスクは何回も回数を重ねる必要があるので、まあ、安いスナイパーライフルっていうのも、まあ、いい、最適な武器として候補に上がってきます。なので、その観点を見ながら、まあ、僕がね、おすすめだよって思うのがこの辺の武器ですね。まず一個ずつ順番に見ていきましょう。VPO っていう武器は、とにかく安い、安価で手に入るスナイパーライフルなんです。で、一応この分類上はショットガンの弾を打ち出すということになってるんですけど、タルコフではボルトアクションのスナイパーライフルって扱いなので、この銃で問題ないと思います。特にタルコフシューターの序盤のタスクってスカブを倒したりとか、そういうアイアンサイトでキルしたりとかっていうのを割と求められるので、まあ、このぐらいに安い銃で、十分なスペックを持ってるんじゃないかなと思ってます。この VPO っていう銃はイエガーのレベル1で買うことができます。 18,585 円なのでめちゃくちゃ安い、まあ、かつ保険かけるとほぼほぼ返ってくるっていうので、このタスクをやるために生み出された銃といっても過言ではないんじゃないかなというふうに思います。で、弾は4種類使えるんですけど、特におすすめしてるのはこの3つですね。ジェクサと FMJ とドット .366AP の3つです。このジェクサっていう弾が、まあ、一番そのタルコフシューターやる上では無難にいいんじゃないかなと思っていて、まあ、その理由としてはさっき言ったその正確性っていうのが下がらない。これショットガンの弾なんで精度非常に悪いんですけれども、このジェクサっていう弾と FMJ の弾に関しては、まあ、精度のデバフがかかってない弾なので、まあ、比較的まっすぐ飛んでいってくれる割かし弾なので、この2つおすすめです。で、ドット .366AP 弾、この AP 弾っていうのも、まあ、別の 25m 以内キルするっていうので、まあ、めちゃくちゃおすすめの武器なんですけれども、まあ、これも後々話していきます。まあ、この3つの弾がおすすめです。まあ、できればジェクサか AP の2択ですね。で、次、DVL と E5000。この2つに関しては、M61 とか M993 っていう弾を打ち出す銃なんですけれど、この DVL、なんでおすすめかっていうと、この銃はスナイパーライフルなのにサプレッサーが内蔵っていうちょっと特殊な銃です。で、このスナイパーライフル、全スナイパーライフルの中で音がめちゃくちゃ小さくて、100m 離れた場所から撃たれると、発砲音が全く聞こえないです。ハンドガンと同じぐらいの銃声しかしないので、本当に静かで、まあ、どこから撃たれてるのかわからないっていう意味でかなり強い。一番使ってる人多いんじゃないかなっていうスナイパーライフルなんですけど、このスナイパーライフルちょっと入手機会が遅くて、スケアのレベル4、最大ですね。スケアの最大レベルになった時に、軍用フィルターとの交換で入手することができます。まあ、ある程度後半になってくると PMC を倒すタスクが出てくるんで、そうなってくるとこの DVL っていうのが、まあ、需要が出てきます。僕もこのスナイパーライフルばっかり使ってました。で、次、王室の T5000 です。このスナイパーライフルはカスタマイズする必要がほぼないっていうのと、あとエルゴノミクスが72ってスナイパーライフルの中で一番高いので、かなり需要が高いです。一応カスタマイズしようと思ったら重厚にサプレッサーもつけれるんですけど、このスナイパーライフルはサプつけないでエルゴノミクスな、高いエルゴノミクスを生かして戦うっていうのが、まあ、よくあるパターンだと思います。購入はスキアのレベル3から買うことができるんですけど、7万3000円って結構高いので、普通にフリマで検索するのがいいと思います。だいたい5万円から、安い時だと4万ぐらいで売ったりもするんですけど、5万円から6万円ぐらいに上げて買うことができるんで、スコープだけ乗っけて使うというふうな使い方が一番されるんじゃないかなと思ってます。で、次は SV98 ですね。このスナイパーライフルは、まあ、エルゴノミクスもそんな高くないし、音もでかいし、まあ、あんまり使い勝手のいいスナイパーライフルとは言えないんですけど、なんかモシンよりは性能いいんで、もし使うぐらいだったらこっちの方がおすすめですよっていう話ですね。あと、このスナイパーライフルは、7.62×54 リムドっていうこの SNB とか LPS とか 7N1 とかこういう口径の弾を使うんです。で、この口径の弾って、
この M61 とかに比べると初速が高いんですよ。 M61 の弾速って849m/h なんですけど、こっちのでかい弾薬の方は弾速が875って、まあ、若干速いのと、あとこの 7N1 っていう弾薬が、4アーマー以下の相手だと胸一発で相手を倒すことができる弾薬になってるので、他の弾、まあ、M61 とか993とか、まあ、FMJ とかと違ってヘッドショットじゃなくても相手を倒すことができるっていう意味で、この 7.62×54 リムドの SV98 っていうのは使う価値がある銃なんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ大体ヘッドショットで倒せとか言われる句が多いので、あんまりこの銃使う機会はないんじゃないかなと思います。まあ、拾ってきたら使うとかはいいんじゃないでしょうか。拾ってきたら思い出したんですけど、めちゃくちゃ大事な話で、スナイパーライフルで耐久性の低いものを使うっていうのは、本当にお勧めできないです。なんでかっていうと、耐久性が低くなると弾詰まり、ジャムが発生するっていうのはわかると思うんですけど、耐久性が低いスナイパーライフルは弾がまっすぐ飛ばなくなるんですよ。バレルがひん曲がってるんで。なので肝心な、まあ、20メートル30メートル先でも全然当たらないよっていうことがあったりするんで、スナイパーライフルはできるだけ新品を使うことをお勧めします。次にタスクを見ていこうと思うんですけど、これ全般通してショアラインのスナイパースカブを倒すっていうのが結構効率よく終わるので、ショアライン行くのをお勧めしてます。タルコフシューターパート1は40メートル以上離れた場所からスコープのないボルトアクションを使ってスカブを5人倒すっていうタスクです。これも僕はショアラインのスナイパースカブとかで終わらせました。スナイパースカブって基本的にその場所から動かないんで、めちゃくちゃ倒しやすいんですよね。で、40メートルは、まあ、体感で測ればいいんですけれども、まあ、100メートル走の半分ぐらいっていう風に想像して頑張って40メートル測ってみてください。そんなに難しくないです、このキルタスク。で、次、同じく40メートル離れた以上からボルトアクションライフルで、まあ、足に3発、頭に2発当てると。これ1匹のスカブに当ててもいいので、まあ、1匹のスカブの足に2発、頭に1発、足に1発、頭に1発みたいな感じでやれば割と終わると思います。同じくスナイパースカブが場所動いてなくてやりやすいのでおすすめです。で、このタスクはボルトアクションライフルでなので、スコープつけてもいいのでそんなに難しくないと思います。まあ、ただ僕はめんどくさかったのでアイアンサイトで終わらせました。40メートルぐらいだと全然アイアンで終わるんですよね。次、25メートル以内でボルトアクションライフルを使い PMC を3人殺す。これちょっと苦戦する人多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれど、これで登場するのはさっき僕が紹介したこれですね。 VPO215 っていうボルトアクションライフルに366の AP 弾を詰めるやつです。サイトは乗っけても乗っけなくてもいいんですけれども、これを装備してファクトリーの中を走り回るっていうのが結構おすすめで、みんなやってるんじゃないかなというふうに思います。なんでかっていうと、この 366AP っていうこの弾は4アーマー以下の相手だったら胸一発で殺すことができるんです。肉体ダメージがめちゃくちゃ高いので、なので、まあ、お祈り、近距離腰ダメお祈りしながら胸一発で当たれば御の字というか、これで倒せると。逆にそれ以外だと頭に当てないと倒せないんですよ。この M61 とか993とかの弾だと頭に当てないと倒せないですし、逆にこの 7N1 っていう弾を使えば胸一発で倒すことができるんですけど、この弾高いし SV とかも長いし、この辺の高い弾、高い銃を使うのであれば、この2万円の銃に一発500円の AP 弾を使っているのが、まあ、最もコスパよく終わらせられると。なんかどっちみちガチガチの装備してるやつとかって倒せないんで、これだったら試行回数、まあ、試す回数を増やして、まあ、期待値を上げるっていうのが一番無難だと思うんで、まあ、ファクトリー以外のマップだとナイファー相手に倒すということになって、 25m って結構シビアなので、まあ、ファクトリーで何回も回数重ねて終わらせるのが、一番手取ればいいと思います。僕もそれで終わらせました。で、次、スナイパーライフルのスキルレベルを3にする。これなんですけど、まあ、いっぱいスナイパーライフルを使うっていう手段が、まあ、無難なんですけれど、その他にもずっとモシンをリロードし続けるとか、あの SKS みたいにこう弾がこう一発こうチャンバーから抜いて込めるやタイプの銃あるじゃないですか。あれを永遠に、まあ、何十発もリロードしておくと、勝手にスキルレベル上がるんですよ。まあ、頻繁にスナイパー使ってればいいんですけど、めんどくさい人はそういう風に上げる方法もあります。で、次、カスタムで21時から5時の間にボルトアクションを使いスカブを8に倒すと。特に難しいことはないと思います。まあ、時間夜間なので、ちょっと狙いづらいやっていうのがあると思うんですけど、別に距離の指定とかもないので、まあ、さっき言ったようにこの VPO にスカブキルだったら AP 弾詰めてポコポコとやっていれば割とすんなり終わるんじゃないかなと思います。で、次がタルコフシューターパート6、ボルトアクションライフルで5人のスカブスナイパーを倒す。まあ、これもショアラインがスカブのスナイパー脇が一番多いマップなので、ショアラインで終わせるのがいいんじゃないかなと思います。バイスコ使って終わらしてもいいですし、さっきの VPO を使って終わらしてもいいので、まあ、好きな使いやすいスナイパーライフルとか持ってやるといいんじゃないかなと思います。
で次タルコフシューターパート7、これがねなかなか難しいんですけど、 45m 以上離れた場所からサプレッサーをつけたブルトアクションライフルを使って PMC5 人殺すと、 100m ヘッドショットシューターボーンインヘブンっていうタスクと僕は同時進行で終わらしたんですけれど、サプ付きなので DVL っていうスナイパーライフルを使うのがまあいいんじゃないかなと思ってます。逆にモシンとか使うとエルゴノミクスが低くて構えてる時間が短いので結構難しかったりすると思います。で45メートル以上離れた場所からっていうのもあるんですけど、シューターボーンインヘブンの100メーター以上のヘッドショットのタスクとの両立で終わらせるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、C っていうのであればリザーブの、点球と、あとその点球を狙える位置あたり、あとリザーブで湧いた瞬間って、結構見える距離にDMC が湧いたりするんです。なのでリザーブで監視塔の上に登って開幕狙うと 100m も 45m 以上も結構狙いやすいと思うのでおすすめです。ただこれはもう本当に時間かけてお金と余裕がある時に何回もやるぐらいの感じでいいと思います。で最後タルコフシューターパート8、まあ運ですね、ウッズでワンレイドでボルトアクションで PMC を3人倒すと、めちゃくちゃ僕苦労しました。何十回も行きました。で運です。運よく視界に3人人が入ってくるレイドを待ってください。強いて言うのであれば、ウッズの伐採所、シュタルマンが湧くところですね。あそこに行って PMC、来る PMC を狩るのがいいと思います。で、使う武器は、やっぱり位置がバレるとカウンタースナイパーで殺されがちなので、結局このサプ付きの DVL を使うことになるんじゃないかなというふうに思います。なので、パート8はもう本当に苦労すると思うんですけど、なんとかシュタルマンをおとりに使ったり、PMC の死体をおとりに使ったりして3人頑張って殺すと、裏技として、ドラグノフを伐採所でわざと鳴らす。そうするとシュタルマンがいると思ってシュタルマンを借りに来るプレイヤーがいるので、うまくいくと思います。僕はやってないですけど、こういう方法もあるよというふうに教えてもらったので、こんな感じでタルコフシューターできると思うので、無理にやんなくてもいいです、無理にやんなくてもいいタスクなので、イエーガーの有効度、仲良し度が足りてるのであれば、ストレスが非常に溜まるタスクなので無理にはやらなくていいと思います。ただちょっとやってみたいなとか挑戦したいなと思ってる人はパート7ぐらいまでは気軽に挑戦できると思うので、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。それではいいタルコフライフをお疲れ様でした。バイバーイ。